夏休み工作第2弾はこちら。ひっくり返すとストローが流れるようにサラサラ落ちて楽しいよ。よかったら夏休み工作の参考にしてみてね。まず材料の紹介をします。ワイヤーはこのアルミ自在ワイヤーというのを使いました。これは普通の針金と違ってハサミでも簡単に切れたり、柔らかいので形も簡単に変えられます。あとは紙コップ、今回は小さいサイズのものを使っています。そしてストローと割り箸、ワイヤーを巻きつけるための鉛筆、目打ちにハサミ、テープを使います。まずワイヤーを40センチくらいにカットします。こんな感じにハサミで簡単に切れます。鉛筆にくるくる巻きつけてバネを作ります。ストローをカットするんですが、普通にこのままカットすると風にどこかへ飛んでいってしまうので、ストローはビニールの中でカットするのがおすすめです。これだとどこかへ飛んでいってしまうこともないです。ストローは私は 3、4 ミリにカットしています。今回は4色のストローを使って作ってみました。少し多めにカットしていますが、4色をそれぞれ4個ずつ16個使って作りました。ストローの数は自分の好みで調節してみてね。紙コップを2個用意して、真ん中に目打ちで穴を開けます。重ねて開けると同じ位置に開けられます。先ほど作ったバネの先を紙コップに開けた穴に通します。ワイヤーを紙コップの内側からテープで固定します。しっかり貼れたらワイヤーを少し引っ張ります。バネ状になっているワイヤーを少し引っ張って、先ほどカットしたストローがスムーズに落ちるか確認してみます。ここのバネの部分が細かいとこんな風に途中で止まってしまうので、その場合はワイヤーをもう少し引っ張って伸ばします。まだスムーズに落ちないので、もう少し引っ張ります。スムーズに落ちるようになったら、カットした他のストローも入れていきます。
う分のストローを入れたら、念のためもう一度スムーズに落ちるか確認します。ちょっと落ち方がいまいちだったので、もう少し引っ張ります。今度は大丈夫そうです。そうしたらこっち側にも紙コップをつけるんですが、最後に割り箸をつけたいので、その割り箸が届く位置に紙コップをつけます。ちょっと見えにくいので横にしてみましたが、こんな感じに割り箸が届く位置に紙コップが来るようにします。ワイヤーが余りすぎるようだったらカットしちゃいます。さっきと同じように紙コップに開けた穴にワイヤーを通して、割り箸が届くか確認したらテープで固定します。割り箸をテープで紙コップに固定していきます。これで完成なんですが、マスキングテープなどを貼ったりしてデコレーションするのもおすすめです。ここ以外にも紙コップの部分にシールを貼ったりしてみても可愛いと思います。自分好みにアレンジしてみてね。